この三重大学ですね、地域から学び、世界に誇れる特色ある研究、教育の活動の推進という観点からですね、まあ、環境に調和した地域社会の実現に向けての積極的な活動というのをずっと行ってきておりまして、まあ、環境 s g g s の先進大学であるというふうにまあ自負をいたしている次第でございます。この三重大学ですね、地域社会の発展とともに、 国際社会への貢献といいいう面からですす。ね、教育研究活動を続けさせててただいております、まあ、やはりあの環境というのは世界的なものでありますのでやはり一つの国だけでディスカッションしていても非常に偏るということでいろんな考えをいただくというのは我々にとっても非常に勉強になるかなというふうに思います、まあ、三重大学は総合大学としてですね教育研究社会貢献これを通じて先ほど申し上げました持続可能な社会カーボンニュートラル社会創生に向けてですね まあ地域の垣根を超えながらですね、あのアジアや世界との密接な連携によってですね、今後進めてまいりたいというふうに思っています。まあ、この今回のフォーラムですね、その国際化ということで、そのきっかけになるということをですね、世界の皆さん、アジアの皆さんとともに、こういうことを考えられる大学になっていきたいというふうに考えております。これまで 環境と SDGs の分野で目立った研究成果を上げられ、特分野における有能な人材を地道に要請していた BA 大学とフォーラムを開催できますことは世界的に大変重要な意味を持っていると思います。我々は人類の生活の場である自然環境を保護し、地球自らの生命力と保健力を 育みながら、同時に持続可能な発展が達成できるように、パラダイムを。その方策を、大転換を行うべきだと思います。その面から、地理的にも一番近い韓日、日韓両国は。誰よりも、環境保護と、気候変動への対応。という緊急、かつ重大な共通課題を前にして。総合理解の幅を広げ、関連分野においての交流協力を。より一層強化しなければ、ならないと思います。 本日のフォーラムが、そのような壮大な流れの誘い道になりますことを期待しております社会情勢を少し見てみますと、原油価格の高騰が続いているところで、世界のエネルギー体系がです、ね、大きく転換をして、再生可能エネルギーへのシフトが進みまして、カーボンニュートラルに向けて大きく加速する、そういった面もです、ね、あるかというふうに考えております。 三重県におきましてはカーボンニュートラル社会の実現に向けましてミッションゼロ2050三重推進チームここで若者チームを組織をいたしまして連携して取り組みを進めているところでございますさらにカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを産業経済の発展につながる新たなプロジェクトを推進していきたいというふうに考えております本日のフォーラムによって日本と韓国の 若者の活発な交流がさらに広がり国際環境協力と次世代人,人材育成につながる素晴らしい機会になることを大いに期待をいたしましてお祝いの挨拶とさせていただきます。 1まずは一つ目、ね、実は SDGs、持続化の開発も言ってるんですけれども、地域のことを考えるときには、クローバルで考えること、でクローバルのことを考えるときは、地域を考えることあの、今、日本という地域が持っている関係問題の位置づけというのを考えることができますし、その中の三重県の位置づけも考えてみたいと思っております。 あのアメリカ、EU、それから日本になっております。で80年代の,あの日本は非常に経済的な規模は世界最大であった。で、えー、その時きの、まあ、エネルギーの使用量と、それからそこから出てくる二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスという部分に関する排出量がアメリカは大体23から25%。 EU が大体13から15%。日本一つの国で約3%から5%でありました。21世紀に入ってきたら、特にアジア、韓国、中国、インド。 というところの部分まで広がっていると、日本と同じように先進国にみんななった場合には、もうエネルギーというものが基本になっていきますので、経済と環境と社会の幸せをどう考えるか、そこの一番の近道というものが SDGs、2030年までの部分でありますので、ある意味、あの、日本が、三重県が、三重大学が世界のトップランナーで行くんだよというものは必然的なことなのかもしれないという部分があります。 世界的なところの流れとそれから見えのところの部分を考えてみますとまあ世界全体の78億人の人口から考えると三重県185万人ちょっとなんであんまり小さいんじゃないのと思うかもしれないけど実はものすごく密接な関係しているんですよ。例えば世界平和維持のために出来上がった国連がですね70年代のいろんな環境問題に目覚めて1972年スウェーデンのストコルムで 初めて国連環境会議というのが開催されました。で、地球の反対のところにある三重県には何が起きたかというと、四日市郊外に訴訟判決が7月24日に終わったんです。環境に関するスタートが始まったよと言っても過言ではないことが三重県で起きていたということが言えると思います。 で2015年9月国連の9月にはあの総会があるんですけれどもその時にサミットに切り替えて SDGs が策定されたでその翌年はです、ね、三重県において伊勢志摩サミットが開催されるんですよ。 それから昨年、11月にイギリスのグラスゴーで開催された COP26。そこで、あの、世の中最近暑すぎる、雨が多すぎるっていうものは気候変動と言ってるんですが、それを超えて気候危機になっていると。と私参加させていただきましたので、その辺も含めてちょっと考えてみたいと思っております。まず s d g s 中7の目標169のターゲットがあります。みんなバラバラにこう並んでいるけれども、実はこれはみんな繋がっているものであります。 例えば、あの、今日この場にいる、あの、皆様は、四質の高い教育をみんなに、これ、三重大学だから当然ですよね。あの、集まった皆さんは三間学民のいろんなところで活躍していらっしゃる方でありますので、経済にも、それからエネルギーにも、新たなイノベーションも、住み続けられる街づくりも、国交変動に関しても、パートナーシップも、平和も、みんな、ここに座っているだけでも、 17の全ての目標がつながる場に座っている、参加していただいているということになるわけなんですね。で、この SDGs の一番大事なところは何かというと、誰一人取り残さない。だから、どうやってやるのかということなんですけれども、大変革をもたらさなければならない。イノベーションなんです。ソフトとハードな面でのイノベーションをどうするか。それ私たちはどこでヒントを得られるかというと、4日1公外なんです。半世紀前の。 綺麗な青空と綺麗な伊勢湾の写真が、そういったような自然が戻るまで60、70年代のこういったような空の景気もしている。それから地域住民の健康被害が4日市全速であった。それとも一つ自然というのは繋がっておりまして、一つ間違ったら全部ダメになっちゃうわけなんですねで。空がこういう風になってきたら、海がこういう風になってきて、 で、人間の健康被害だけじゃなくて、伊勢湾で取れた魚は油臭く,くで食べられないというようなところまで、ダブルパンチ、トリプルパンチを受けた経験があると。で、そういうことをこう乗り越えて、1972年7月24日、四日市郊外。日本の四大郊外の中で一瞬で終わったのは四日市郊外でありました。これが終わった後の まあ、あの、こう、原告側だった地域住民の中心としている集会の写真であるんですけれども、そういうことから、我々は何をちょっと考えないといけないかという部分を考えるのが、4日1学であります。で、複数の企業の責任をどう考えるのそれから、大気汚染物質が基準値を超えていて、健康被害が出た時の因果関係はどういうふうに説明するの で三重大学の吉田先生という公衆衛生学先生の研究などが一つ決め手になることもしましたでそれが70年に郊外国会という大気汚染を含めた郊外対策基本法ができてでそのから三重県の素晴らしい対応があったんです71、72年奨励を作って僧侶規制をしていくそういうことで青空が戻ってきているわけなんですね。 で、企業の努力はもちろんあって、それこそパートナーシップができたからこそ、四日市郊外は起きてほしくないものだったんですけれども、今我々は,はそこで学べるということが言える、そういう基本になったものがそういった努力があったからと思っております。で、そこで私たちの大学としては、あの、人を育てるということになりますし、企業としては、 企業の社会と責任を果たすのは今は当たり前なんですけれどもそれを超えて地域の新しい価値をどういうふうにして作り上げるのか同じ市でもこっちの市は企業のコーポレートなんですけれどもこっちの市はクリエイトなんです新しく作り上げるの何を作り上げるかといったらソーシャル社会の バリューを価値を作り上げるとそういうところだからこそ今日のようなこの場がまさに新しい CSV に行く近道になっていてそれを使うことによってカーボンニュートラル社会ができるということになってきますで簡単に整理をしてみますとまずヨカイチコンビナートの半世紀前の石油化学コンビナートといったものの位置づけを新しい2050年を見据えたカーボンニュートラル社会にどうやって持っていくのか 考えなければならない。それから、環境問題は国境を越えていくものでありますので、小さい地域だけのことではなくて、それをどういうふうにグローバルに考えていくのか。そういうところも、四日市郊外を経験をしている三重で、様々な対策を取ってきていたというようなところの部分を学んでいくと、おのずとして、あの、環境外交、環境協力を通じたものが、リーダーシップを取れる部分が、三重モデルができると。それから、人。 皆さんのような、あの、うちの大学生のような、クローバルで考えて、ローカルで活躍できるような人たちのことになっていくんですが、まさにこういったような考え方がですね、去年、週1月にイギリスのクラス号でもう一度確認できました。まず、まあ、このまま地球をこう、今のまま経済活動を優先でやっていくと、5度から6度ぐらい上がる。そこを地球が保つためには、今、みんなの命、命を守るためには、1.5度で抑えないといけない。 あのどうやって3倍以上のスピードで、3倍以上の努力で抑えるのかということもあるんですが、まず一つが化石燃料に依存しているものをどうやって切り替えるのか、これこそイノベーションが必要になってくると。で、そういうところの部分になっている中で、若者をどうやってやっていくのか、パートナーシップをどう組むのか、という形になっておるわけなんですね。本会議に参加するのはもちろんのこと、 あの、いろんなサイトイベントで、あの美瑛大学、美瑛県の取り組みなどなどを、いろんなところでアッールするわけなんですね。で、こっちが緑の気候基金の,あの総裁、えー、SDGs のパビリオン、日本のパビリオン。 韓国のパビリオン、それから関係入場の活動などなどを行うんですけれども、そこであのパラック・オバマ元大統領が来て、若い人たちに対してメッセージを送りましたあの。若い人たちは自分たちが目指しているイメージがどうなのかを苦言化していくために努力をしてと。でそれでパートナーシップを組めと。でどうしても聞 いいこと聞かなかったら怒れよというような感じで、あの、って拍手になってたんですけれども、クラス号は、皆様もすでにご存知なんですけれども、1760年、クラス号大学に行ってたジェームス・ワットが蒸気機関を発明したことによって、産業革命がイギリスから始まったわけなんですね。だからイギリスは、あの、クラス号は常に言いました。産業革命の街から、緑の革命の街で行くんだと。で、一番見える化していく一番手っ取り早いところは、 イギリスが走っている電車はすべて最速のエネルギーで動くような電車にするとでそういうような形で列島ゼロ労というようなあのこう価値で動いておりました。 で、帰ってきて、あの、こっちとはインタビューを受けまして、特に見えだからこそ言えることは、温暖化と大気汚染というものは、世界のいろんなところで、新国国と発展途上国が先進国よりはるかに多い中では、四日市郊外で我々が学んだことを、 最強戦、それから温暖化につながるようなものは、コインの思ってて裏と同じなんで、美瑛に学べようというような形でのことを、あの、ちょっと話をさせていただきました。で最後のテーマになります。美瑛大学の取り組みに関しては、当たり前だと思うんですが、研究機関としての地の拠点、それからキャンパスは分離融合のところの実験の場、パラトフォームになっていく。で、ステークホルダーはもちろん一緒に集まっていく。で、あの、人を育てる。 三重大学いち早くやったことがいくつもあるんですけれどもその中で対応的なことをあの申し上げるんだとしたら伊藤学長去年4月1日に就任をしましたがそれと同時に三重大学はあの2007年に i s o 1 4 0 1を一言とっていて環境方針が必要なんですでその時そういうことに環境 SDGs 方針に一番先に 切り替えました。で、しかもグローバル的なところも行かないといけないということで和文と英文も一緒になっているものですでにこの時点でトップランナーだよということを内外にあのこう示すことができたと私は思っております。で、また、環境報告書を 環境報告書に変えました2004年の環境配慮促進法に基づいて国立大学は毎年9月30日まで環境報告書を発行しなければなりません。でそのたくさんある大学の中で環境 SDGs 報告書に名前を変えながら SDGs カーボンニュートラルに関わるようなところの部分をメッセージを示すのは三重大学だけです。 で、その中でも目玉になっているところが、座談会で学長と教職員だけじゃなく、学生が一緒に座って話をしていたこと。もう一つが、三重県が策定しました三重県版 SDGs 推進パートナーシップ。三重大学は高等教育機関として初、唯一の、えー、パートナーシップ登録をしている機関になっております。 でその一部をちょっとだけ私の方から引用させていただきますあの、まあ、大学のシーズンを地域のニーズにどうやってこうマッチングしていくのか、まあ、そういうところで見えモデルになる地域創生の動きをしております。 最後の結論に移らせていただきます。えー、三重大学、まあ、いろんな教育、研究、社会貢献の役割があるわけなんですけれども、それを地域のステークホルダーの参観、国民のパートナーシップでやっていく。それが先ほど、まあ、COP26 ももちろんなんですけれども、いろんなところ国際的な機関と協力することによって、地域からグローバル、グローバルから地域に戻ってくるトラックができていると。そこはまた別の見方 で見てみますとあの三重大学が突破なんで行く背景は全部揃った例えば半世紀前の横市郊外の教訓を生かした自然共生社会を作る。で、三重大学が実はレジ袋の有力化による100%を減らしたのはすでに2007年2008年なんですよで、国が2020年7月1日にそういうことになってるはるかに13年も前に 三重大学トップランナーでやっていましたし、それが三重県全体を動かして2012年4月1日にはでにもう成功しましたで。国全体が動くよりも8年も早くやっているものを三重大学があのモデルを作ったんだということを後にまたい,いつかチャンスください。ゆっくり話をさせていただきます。だからこそ、えっ、ー、と、2050年の脱炭素カーボンニュートラル社会に三重大学トップランナーに行くのは当たり前でしょという形にやりたい。 ということをやっていくためには、皆様の力を借りして、若い人たちを育ちながら、国際的な視野と多文化共生という形でいきたいと思っております。まさに今日、この場が、私たちがまだホップステップジャンプでいけるような、いい機会になることを期待しながら、私の話を終わらせていただきます。 まず、招待いただいて非常に感謝申し上げます。今日自分が話したいということは、韓国におけるカーボンニュートラルに関する政策、それから大学の動き、それとこれからどこに行くのかという部分を分かっていくためには、背景が大事じゃないかということ、そういうところの部分を大きく4つに分けて話をさせていただきます。 科学的な要素から見るとこのままだったら気温が上がっていくんですけれども過去100年ぐらいで1.09度上がったそれから海水面は3.7ミリが毎年上がってきたそれを1900年代から1970年代のところのスピードで計算してみると今現在は4倍速で温度が上がっていて海水面が上がっている。 なっているでそういうことから来てくる気象災害による被害を考えてみますと世界には125万名の環境難民が発生することでそれから日本年にすると経済的な損失は340兆億円ぐらいになる計算がすでにできております。 いろんな形で考えてみると、やっぱりカーボンニュートラルを2050年だけではなく、できるだけ早くあの達成したいという国も、中4カ国以上出てきまして、2030年から2035年前でには、カーボンニュートラル、要するにネットゼロ、二酸化炭素を出さないというところの中にあるんですが、韓国も2021年に、韓国のカーボンニュートラルクリーン成長。 という基本法を作成して取り組んでおります。 例えば一つの例を挙げますと、一番あのエネルギー消費が多い、あるいは経済成長が早いと言われているような中1カ国を APEC 関係で調べてみますと、まあ、カナダ、韓国、日本、もアメリカなどなどが入っておるんですけれども、その中で韓国は OECD 諸国の中で5番目。レットで計算をしてみると、クリーンハウスギス、つまり温室効果ガスは1.5%を占めている。 でかつて日本が1980年代に3%から5%を占めたということから考えてみると、若干遅れているのかもしれないけれど、今現在、1.5%を占めているということが韓国にあるので、それをカーボンニュートラルにやっていくために、2030年までに40%を減らす。 ということの計画を立てております。その中で一番重要な政策は再生可能エネルギーの比率を上げることということを立てておりまして、2030年までに少なくても20%、それから2040年までには30%で2050年から60年においては ほぼ70%以上の再生可能エネルギーの割合を増やすことによって石油石炭の化石燃料に依存しているその産業構造を変えていくということを考えております。 じゃあ次はあの韓国におけるカーボンニュートラルの政策をちょっと見てみたいと思います。プラン A、プラン B と2つのフェーズでやっていくんですけれども、プラン A の場合には石炭とかあの化石燃料を完璧にゼロにした場合はどうなるのか、それからプラン B の場合には2050年までに。 ゼロに向かって特にエネルギーの転換部分を図りながら考える場合はどうなのかという二つの形で結果が立っているんですけれども例えば全てのところの部分で化石燃料をゼロにしている部分も大事なんですけれどもいくつかのフェーズで考えていくということで考えた場合に少なくても2030年2040年までには韓国においては70%以上の 二酸化炭素を含めた温室効果ガスの削減を見込みます。で、えちなみに日本は2030年まで46%ということになっております。 それからそれぞれの企業のセクターで考えてみますとエネルギーの部分で韓国は今まであのそれほど多く削減ができなかったんですけれども少なくても2050年までには70%近くまで、えー、エネルギーの分野においては二酸化炭素を減らすそれから運輸部分においては同じく70から 80%、90%近くまで下げるんですが、ほとんど EV 車に切り替えるからできるだろうと思っている部分と、建物に関しては、ゼロエミッションの建物に新しい建物、すべてそういうふうにしていくんだ、それから廃棄物などに関してもプラスチックなどなど、全廃するような形での部分まで考えるんだ、そういうことをやっているんですけれども、企業の努力も非常に大きくなっておりまして、 例えばいくつかあるんですけれども、LG という有名なハンド単位のところなんですけれども、そういうところでは最速のエネルギー100%、RE100 というところで製品を作るで。それから3、4セメントというところの部分は、セメントとかそういうところは過去の負の遺産が多いか。 ところででもあるんですけれども最先端のエネルギーの割合を上げていく、でそれから、現代こう、えっと、自動車のところの部分が凄まじいところがありまして、2040年までに75%の二酸化炭素を含めた部分を減らす、その理由は何かというと、EV 車普及によって可能であるだろうというふうに思っているということを言っていました。 韓国とそれから韓国の大学における SDGs に関するあの今現状どうなっているのかということを3つの司法 SDSN それから OECD スイスのところでの地図、えー、で計算をしてみますと韓国はほとんどのところの SDGs の17の目標に関していい成果いい評価を受けてはいるんですけれどもその中でちょっと弱いという部分があるとすれば水に関わる部分それから目標6ですね それから目標15陸の豊かさを守るというところの部分がちょっと弱くなっている部分は正直にあります。でそういう形である中でも大学での部分をちょっと特に関心を持って見てみますと実は30か国の56大学の学長の組織による SDGs に関するグローバルパートナーシップを組む。 という組織ができました。で、例えば日本の場合には京都大学、韓国の場合にはコリュ大学というところがトップランナーって言ってるんですけれども、あの今日のお話で分かったんですけれども、ビー大学はトップランナーではないかというふうに思いたいということもあったということを言っておりました。あの最後の結論というところの話をさせていただきます。カーバニュートラルに向けては大きく3つのところの努力が必要なんじゃないか。1つ 一般の方々とどういうふうなコミュニケーションを図るのか、大学として。それから、2番目、森林などの吸収源に関する部分をどうやって復活させていくのか。3番目に関しては、教育システムをどういうふうにグローバライズしながらやっていくのか。4番目に関しては、それぞれの大学の二酸化炭素を減らすターゲットをどういうふうに上積みをしていくような形で頑張るのか。 それから5番目のところでは、技術革新、イノベーションはどう考えるのか。 6番目に関しては、企業や共生とのパートナーシップをどうやって見える化していくのか、そういうところの部分ができることだと思うんですが、7番目としてなんですが、それが1番目にしたい。で、地域の特色を生かした、その地域のモデル的な部分をどうやって作っていくのか、そういうところの部分で、例えば、三重大学と中央大学の、まあ、共通の、まあ、協力の協定を結んだり、そういったようなところのものが必要じゃないかというふうに 思うとこの貴重な機会を自分に与えていただいた三重大学の伊藤学長をはじめ皆様に感謝するのとともにこれから具体的にどういう,ような形でやっていくのかの見えるかに期待したいと思います。ご清聴ありがとうございましたせっかく日韓 が集まっていることでありますので、国際環境協力をどういうふうに活性化していくのか、それとともに次世代のまあ人材をどういうふうに育成するのかごとであの話しさせていただきたいと思います。それぞれ今こう取り組んでいらっしゃる内容紹介をいただきたいと思っております。では伊藤学長よろしくお願いいたします。まああの先ほどパック特別副学長からの発表ありましたように、三重県っていうのは 環境の問題というのは四日市でですね、それぞれの住民の皆さんと一緒にながら原因を追及したり対策を練ったりそしてですね、健康面からもですね、研究を進められてきたというところがありましてその後ですね、あの環境という面からは各先生中心にずいぶん教育もですね、進んできているということで電気の節電にいろいろ取り組んだりですさまざまな方面から取り組みを続けてまいりまして受賞もいただいているとそういう状況であります。 まあちょうど今年からですね、独立行政法人になって4期目、4番目の期間になりまして、中でもやっぱり最も大事なのはやっぱり人材の育成であろうというふうに考えております。まず最初にですね、三重大学のこの環境、それから SDGs の方針というものを1年ほど前に発表させていただきまして、教育関としては初めて三重県の SDGs 推進パートナー制度ということにも登録させていただいたことができたわけであります。やはりこの環境、そして 2030までの SDGs、これをですね、1年目、2年目に事業の中に環境とか SDGs のカリキュラムをですね、今日例えば国際という面も入れましてですね、全学部生を対象にしたですね、教育というものを展開してまいりたいというふうに考えておりますし、 またあの、様々な年齢の皆さんにですね、勉強していただくということで、リカレント教育の一環としてもですね、科学的な地域環境人材育成というのにも取り組んでおりますので、それをバージョンアップさせてやっていきたいというふうに考えております。で、もう一つはですね、我々の教育に加えまして研究活動、あるいは社会の、こう、社会競争と呼んでおりますけれども、特にこの第4期ではですね、地域との取り組みというものを 第3期以上に高めてまいりたいというふうに考えております。ですので、地域の問題点、課題、こういったものを地域の皆さん、行政の皆さん、それから企業の皆さん、まあ、産学、官、連携という形でですね、一緒に解決していくという過程を通してですね、人材の育成、そして我々のさらなる研究の発展、こういったものにつなげていくということで、 この,この4月からできましたけれども新しいですね三重の未来図競争機構という組織を立ち上げておりますそこにはですねそれぞれの地域で我々と地域の住人あるいは行政の皆さん企業の皆さんと一緒に投げながら、まあ、問題を解決していくということで、まあ、社会を進めていこうというものが一つのセンターでございまして、まあ、そこにですね 今、あの、計画しておりますのは、先ほどご紹介ありました四日市ですね。ここの地域を一つのモデルといたしまして、カーボンニュートラルの取り組み。これは、ま、あの、工学研究科を中心としたいというふうに思うんですけれども、企業のですね、この、連携を深めまして、我々と一緒になりながら、ま、コンビナートというものが今、写真で出てまいりましたけれども、それを核とした市街からグリーン先進都市への転換というものをですね、で、我々の 大学としての取り組みの中心となってですねあのやっていきたいというふうに考えておりますでもう一つはですねデジタルトランスフォーメーションですね例えば生物資源学部あるいは医学まあこういったところでデジタルトランスフォーメーションというものもやっていきたいというふうに考えておりますこれよりはですね新たな取り組みとこういうものがですね p d c サイクルのスパイラルアップによってですね徐々にではありますがあしっかりとですね活動してまいりたいというふうに えー、考えております私にね与えられたテーマが二冠の友好関係っていう非常に範囲があの広いことなんですけれども、まあ、最近ねマスコミの。 法から報じられたりするんですけれども、実際には両国の関係がどうであれ、民間レベル、あるいはまあ教育関係の方からはねいつでもあの交流があって、その中で、総合理解とかね友情友好の,あの関係がずっと保ってきているんじゃないかと思います。 例えば1968年以来ね、あの韓国のウルサン市と日本の萩市って小さなあの都市があるんですけれども、両都市が姉妹都市を結んで以来ね、えー、今は220か所以上の自治体交流があります。えー、それが姉妹としてあれ、友好都市であれ、あるいはただの協力関係であれね、まあ、そういうような交流がずっとされていますので、その中でお互いに理解とかね、友情なども。 深ままっていていいいるんじゃないかと思います三重県にもね、韓国の社会があるんですけれども、その代表的な団体が、まあ、三重県の民団のそういう本部がありまして、まあ、その辺から多くの方が今日参加していらっしゃるんですが、そのようにあの日本のあち,あちらこちらでね、韓国と関係がある組織団体、あるいは人、そういうようなことがたくさんあるんです。でですのでで少しだけね 他のところに向けたらあ自分と異なるそういう文化がたくさんあるなということに気づくだろうと思いますので、まあ、少しだけ皆さんの方からね、まあ、そういうようなことにもま考えたらどうかと思います。で2番目に今日はね大学生たちに向けてメッセージをね話したいんですができるだけ機会があればあるいは機会を作ってでも海外へ旅行したり。 自分とは異なるそういう異文化について接して理解を少しだけでも増やしたらどうかと思います。で、そういう機会を持っている方は視野がね、できますので未来のためにもね、なんとかプラスになるんじゃないかと思います。グローバル時代とかね、国際化の時代と言われてますので、で、今コロナでね、国際化の まあ、弊害について報じられたりするんですが、えー、どこの国でも誰でも、まあ、自分一人で自分一つの国でね生存できない時代ですすでにねですのであ交流しながらまた私と違う人と関係しながら、まあ、自分の立場で何かをしなければいけないそういう時代ですのでねその中で少しずつ 自分の能力や、人間関係や、あるいは国同士の関係をね、よくしていけばと思います。で、あの大学生に、最後に大学生向けにね、まあ、一つのこと、私がいつも考えていることなんですけれども、まあ、4年後、5年後、大学卒業したら、まあ、社会に出てどうすればいいのかということも悩んでいる人もおるでしょうけれども、そういう人たちについて、ただ、あと70年残ってますのでね。 えー、夢は大きく、目標は高く。でそういうことで、Dream Big, Aim High。そういうようなキャッチプレーのようなことを私はあのずっと言ってますけれども、これを少しでも考えてね、自分の夢を、自分はな何になりたいのかということを、で夢について、フォローもきっかけにね、まあ、考えていたらどうかっていうようなことなんですで。自分の将来について、未来についてね、まあ、いかにでもま考えた方が。 どうかと思いまして、えー、あえて、えー、そういうような表現をしましたので、よろしくお願いします。あの私どもチュープ電力グループではですね、2021年の3月にゼロエンチチャレンジ2050というですね、カーボンニュートラルの目標を定めております。でこれはですね、2030年に CO2 の排出量を50%以上まず削減するということが一つ もう一つは2050年ですが、これは事業全体の CO2 排出量、これをネットゼロにするということに挑戦していくというものになります。で、私たちこれをですね、まあ、大きく二つのです、ね、柱を持ってですね、取り組んでいこうというふうに思っています。で一つはですね、これエネルギーのですね、供給する方ですね、そちら側の観点から あるんですが、まあ、お届けする電気をまず脱炭素化する。これを推進していくということです。で、これは、いわゆるその非化石エネルギーですね。これをね、最大限に活用していくとと,ともに、水素、アンモニア、それからカーボンリサイクルなどの技術を実用化していくということですね。これを通じて脱炭素化を推進していくということを考えています。で、もう少しそれ具体的にですね、申し上げますと、再生可能エネルギーの拡大は、まあ、2030年頃にですね、320万キロワットというところを目標に、 えー、特に洋、ま、上、あ、風力などをです、ね、力を入れて、えー、開発していこうと思っています、それからあ安全の確保とですね、えー、地域の皆様のご理解を前提にですね、えー、原子力、浜岡原子力発電所をですね最大限活用していきたいというふうに考えています、で2つ目の柱はですねこれエネルギーの需要側になりますけれども、社会とかお客様と一体となって、えー、利用する側のエネルギーを、まあ、電化する、あるいは脱炭素化していくということです。 で具体的にはエネルギー利用の効率化にですね、資するようなソリューション技術を持って、少年の取り組みを進めていくことであったりですね、再生可能エネルギーを増やすという意味で、特に我々ファーグリッドで言いますと、再生可能エネルギーが接続できるようなですね、ネットワークの強化、あるいは分散型グリッドの構築運用、こういったものを進めて再生可能エネルギーを増やしていきたいというふうに考えております。 で、改めてですね、今、まあ、考えますと、この中部地方というのはですね、非常にバランスの取れた産業構造をですね、持っているというふうに思っています。ですので、私たちの中部電力グループは、このですね、特性あるいはポテンシャルというものをですね、地域の皆様、それから三重大学様などね、えっと、一緒になってですね、このイノベーションをですね、最大限活用することによってですね、この中部地方から脱炭素社会、あるいはこの循環型社会の実現していく、 こういうことをですね、えー、実現していきたいとこういうふういふに思っておりますでもう一つ、ですね企業が求める環境人材、グローバルなグローカル環境人材っていう点でですね、えー、申し上げますと、まずですねあの環境人材という点につきましては、すでに、えー、パク先生を中心にですねお力添えをいただきながら、ですね、まあ、三重大学様とですね人材育成の取り組みというのはあの進めておりますので、これは着実にですね、えー、継続していきたいというふうに思っております。 それからですね、これ10年後、20年後っていうところを見据えますとですね、日本と韓国、さらには世界におけるですね、カーボンニュートラルをですね、も、まあ、になっていく。そのようなですね、国際的な貢献を果たせる人材というのはですね、ますます必要、かつですね、貴重なものになっていくと考えます。 環境の視点からのそのアイデアだとかイノベーション、これをですね、実際に社会に実装していくというですね、そういうノウハウとか実行力、こういうものを持ったですね人材というものを、あるいはその社会貢献というのを果たした上で、さらにそれをビジネスチャンスとしてですね、作り上げていく。こういうようなですね、ことがやっぱりできる人材というのがですね、非常に貴重だし、これから必要となって、さらに必要となってくると思います。 でまあ、そういったです、ね、世界に目を向けて特に環境に関連してローカルとグローバルの観点をです、ね、合わせて考えられるようなです、ね、三重大学の学生さんたちにです、ね、ぜひともあの我が社にです、ね、入社していただいて活躍いいいたただきたいと思います。私は人文学部というところで日本語や日本文学日本文化を教えておりましたので韓国からの留学生はたくさん受け入れてきた思い出があります。 とっても元気な学生さんが多くて、まあ、国際交流の中で本当にお互い刺激し合いながらあの成長していくっていうのを毎年経験しております。で,ですけれども前に数字を挙げておりますが、まあ、我々大学人としまして質の高い教育をみんなにということとジェンダー平等を実現しようという目標は。 まあ高等教育機関の我々にとってはとても大切なことです。で大学進学率ですけれども日本の政府はですね文部科学省は大学進学率を70%以上に上げようということで高等教育無償化政策で奨学金を出したり授業料を無料にしたりそういう政策を始めているんですけれどもなかなか70%にはいかない。 でもし日本で大学進学率が70%にいくと日本のすべての大学は定員が充足するでその日本は大学数が795もありますそのうち国立大学は85で就職率は日本は96.5%とここがまあ日本のいいところなんですけれども、まあ、一方ですね韓国の大学数は244と。 で残念ながら就職率は65%という、まあ、それぞれの国でそれぞれの問題があると言われています。でその中で GDP の伸び率ですけれども1990年から2009年にかけては日本は1.6倍でしたけれどもこの間韓国は3.1倍に急成長を遂げたそれぞれですね国の違いの背景の違いがあるということが分かります。でこの中で 我々は、えーまあ、他の国の例を見習いながらですねより良い高等教育を、えー、充実させていきたいということです、えっと。よく大学ランキングって言われますけれども、えー、イギリスの高等教育専門雑誌のタイムズ・ハイア・エデュケーションっていう、えー、こういう雑誌がですねインパクトランキングっていうのを 調査をしておりまして質の高い教育をみんなにっていう評価指標は第一世代学生の割合が30.8%つまりですね今まで誰も大学に行ったことのない家族が初めて大学に行く初めて大学に行った学生さんがその大学の中でどれぐらいいるんですかっていうことが評価指標になっているんですね。 ですから、できるだけ広くさまざまな国民の層に高等教育を提供することがこの SDGs4 の目標であるということがここでもわかります、はい。私からの提案は以上です。 あの三重大学の国際交流の状況でございますが大学間協定は23か国65大学で学部間協定が24か国48大学機関等で全部でですねまあ、30か 国以上で今、113大学機関等で協定を結んで、ですね交換留学等を受け入れているということでございます、えー、前期はですね220名程度を受け入れている、まあ、コロナ禍でかなり下がったんですが、まあ、後期に関しましては、また今度10月にですねからさらにまた50、60増えてくる数で、ですねあの多数、三重大学の方にやってきていただく予定にしております。 韓国の方にですね、ちょっと目を向けてみますと、三大学とですね、韓国の方では、まず大学間協定の方は、セジョン大学、チェジュ大学、東国大学、臨海女子大学、中央大学、慶明大学とですね、6大学と大学間協定を結んでおり、部学間協定は、 国立大学校水産科学学部とです、ね、生物資源学部、生物資源学研究科の方が、武力関係を結んで,です、ね、それぞれ交換留学、もしくは共同研究等に積極的に実施しているというところでございます。現在、二十数名がです、ね、今、韓国の学生さんが三重大学に来て、研究をです、ね、あの推進しているというところでございます。で今日の SDGs とということで あのいろいろ SDGs の中にもです、ね、そういった気候変動に関する対策とか、そういった環境に関係することをです、ね、留学生の方には学んでいただき、こちらからもですね逆にあのまた世界、韓国に出向いていくというのが、今後とも必要になってまいりますので、ますますですね国際交流の方を推進していきたいというふうに考えております留学生として、韓国の高校から日本の大学に来たか。 その後、三重大学に来て何が良かったかを話したいと思います。もともと化学に関心があって、大学に進学して化学を勉強したいと思いました。先輩から日本留学をして、三重大学の大学院で研究しているのを調べて、環境科学やその新素材などを興味ができて三重大学に来ました。 えっと、ま、元を調べたら、日本の公共市場が韓国より大きいし、韓国に似てる文化を持ってるので、日本留学生活がそんなに難しくないと思いました。うん、三重大学に来て良かったと思った点です。三重大学では4つの力ということをベースとして、教育、科光、専攻教育を受けてます。学校の隣にある海と、 近いところに伊勢神宮や町坂いい自然があってそれもいいところだと思いました、えっと、その後、韓国は平ということがありますね。私の場合は兵器とコロナウイルスの影響で日本に来られませんでしたが三重大学ではオンライン授業が整っていたので授業を受けて進級することができました三重大大学学環境先進大学として、 教育機関システムというのが非常に整っている中でですねどういった形でその教育機関に対してのレスポンスをしているのかというところをまずお一つお話ししたいなと思っています僕が ESDSDGs クラブを立ち上げて今活動をしているところでございます具体的には前知事が発表した脱炭素宣言というものがありまして29歳以下で組織する若者チームがあるんですけれども 三重県の行政の方と私たちの中でどういった取り組みができるのかというようなことを考えている次第ですそこで環境ユース宣言というものをです、ね、若者チームの中で作成しまして海洋プラスチックなどに対してこういうことを政策に反映してほしいというふうに今の一味知事にご提案させていただいたというものがございます先日三重宣言というものを発表させていただきましたこれは 全国の旧大学で環境活動に取り組むシンポジウムでですね、こういったものを発表させていただきました。7月24日に四日市郊外訴訟50周年という節目の年に、府の遺産ではなく、生の資産にしていこうという形で、まあ、全国で取り組んでいきましょうというようなことを発言させていただきました。30年後、20年後、50年後というのは、やっぱり私たちが現役の世代として、 活動していきますので、まあ、今のうちからというのも変なんですけれども自分たちはこういう未来を作っていきたいという,う発信を常にさせていただくというのが私たちの活動の一環ではあるかなと思います。 あのそろそろ時間がもう切っているんですけれども、あのここ今、会場見てみましたらはちょうど韓国のセジョン大学に留学をして、今あの、三重大学の人文学部の特任助教にしているあの安倍さんがちょっと見えてるので、簡単に一言、どれだけ自分が成長できたのか、言っていただけますでしょうかと私が韓国に留学してて思ったのは、 あの韓国は日本より国土はちょっと広くはない分、その分社会問題だったり、環境問題だったりっていうのが、日本以上に如実に、えっと、結構深刻に課題に直面していることが多いんですね。環境問題についても細かく言えば、本当たくさん日本以上に深刻なものを直面してるんだなっていうのを感じます。で、あの、私が直接韓国行った時に。思っ もう一つ感じたことは、韓国は本当に IT とかスマート産業、非常に進んでるんですね。まあ今日キム先生のお話にもあったように、再エネとか電力とか、こういったあたりをこれから無駄なく効率化していくにあたって、多分 IT とかスマート産業、今後もっと重要になってくると思いますので、あの日本も韓国から学ぶこと、非常に多いんではないかというふうに感じております。今回の エネルギーとか再エネとかに限らないんですけど韓国って本当に環境問題に対して独自の取り組み非常にいろいろやってますのでまたなんかちょっと今後こういう機会やったらエネルギーに限らずまたいろんな範囲での環境問題の取り組みとか情報交換といいますかできたらいいなというふうに思います。今今日貴重な機会ありががとうございままししたたこれで時間来の パネリストからですね最後の一言をお願いいたしますアジアとしても何かそういう共通の課題日韓版 SDGs なるものを作らないとやっぱりちょっと欧州から遠い問題意識っていうのが阻害されているかなという僕の意見もありますのでそういった形で共同してボーダーレスな環境活動あるいは国際活動に取り組んでいきたいなと思っております。 このあとも SDGs にもっと集中して、その中でも韓国と日本の関係にもっと集中して勉強したいと思います。その後もなんも日本と韓国の交流がもっとできたらいいと思いました。えー、三重大学の学生さんには、あのーまあ えー、韓国を含めて、えー、海外に、えー、あの行く機会を作っていただきたいと思いますしまたあの韓国の学生さんにはです、ね、三重大学に来てもらえるように、まあ、今後努力していきたいと思います、まあ、コロナが明けましたらまた大学間交流ですね、えー、ぜひ韓国の大学生の皆さん三重大学に安心してお越しいただきたいと思います。 今日本当に聞きまして、ですね非常に今、しっかり進められてますし、チャレンジングなですね、まあ、目標だなというふうに思いました。まあ、これからやっぱり、もっと注目しつつ、ですねお互いにやっぱり調して、ですねやっていけることをやっていくっていうのは、非常に大事じゃないかなというふうに今日感じました今後も明大学とそれを時間が持続可能な発展じゃなくて、持続可能な交流がなればと思いますので、<laughs> 各省も。 いいらっしゃいますので、はい、よろししくお願いしたいいと思まますまたあの留学生の数字を見ればですね、もちろんコロナ前の2019年の数字なんですけれども、日本の海外留学生の人数は、アメリカを含めて、ね、いろんな国にあの留学してますけれども、人数が11万人です。えー、その反面韓国人は22万ですで。もちろんコロナで、ね、あの11万からあの昨年は 1500人まで下がりました。で、ほとんどいない状態です。ええで、もちろん、いろんなことがありますのでね、コロナの中でね、そういう面を見ればね、もちろん韓国もまあ下がりましたけれども、22万から16万ぐらい。で、11万から1500人の方がもっとひどいでしょ。ええ、 ですので、すのいろんなことがあるとは思いますけれども、日本も20年、30年までは、ね、世界で一番の,あの海外留学生も送った国の一つでしたので、ね、うん、海外の発展の状況とか、そういうようなことを学んで、えー、またあ日本へ戻って、自分の能力を、ね、発揮することができますので,、ね、で、韓国人も同じなんですけれども、留学の経験がある人が、自分の能力を、まあ、増やすとかね、もっと機会がありますので、まあ、できるだけあの留学とか、いいなと思いますので、まあ、そういう面を見てね、その中でも、その。 まあ目的がまあ韓国うううになればと思いますのでね韓国ソ総理としてそういうように話すしかいはいないですはい、ねはい、よろしくお願いしますありがとうございましたあの皆さんあの最後になりますけれども日韓のですね環境エシーズフォーラムにご参加いただきましてありがとうございましたまたこのような貴重なね機会をですねいただきましたあーパク総理にもですね重ねて御礼を申し上げたいと思います。 環境、SDGs、これはもう国際の共通の問題でありますから、それぞれの国の立場とかですね、いろいろ得意なところがあって微妙に違っていると、そういったところをですね、今日は学ぶことができたということと、改めてですね、この2年間、全く対面ですらできなかったことがですね、国際化を含めた対面で今回初めてできたということで、ウィズコロナでね、これから皆さんと一緒にね、韓国をすると。 あ,のあるいはまあアジアの皆さんとですね、今回がきっかけとなって、ウィズコロナの国際交流、これが我悪いところで随分進んでいくるんじゃないかなということで、非常に良い機会をいただいたというふうに思います。ですね、ダイバーシティのいろんな人が大学へ来てくれて、そしてですね、いろんなことを話し合いながら、集える、まあ、三重大学にしたいというふうに思っておりますので、 ぜひ今後とも皆様のご協力をいただき、いつでも未来に来ていただきたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。本当にありがとうございました。あの今回の初めての日韓の,あの関係 SDGs フォーラムはイン・ミエでありましたあの。これから2回目、3回目、4回目、で、回数を重ねるたんびに、またどん,どんどんどん仲間も増えていくということになって、 あの大変重要なターニングポイントとして今日にしたいと思っておりますこれをもって第二部あのパネルディスカッションを終わらせていただきます本当に皆様ありがとうございました